吉田さんお疲れ様です。なんかね、金貸しでね、ものすごくかわいそうな事件ってのがあるんですよ。それは、万田銀次郎が、まあ、借金取りに行くんですよね。それで、債務者が、万田ん、そのお金は殺生や。それ持ってかれたら、どないして商売すりゃええんねんって言うんですよね。で、公平とかね、あの、子分が、兄貴、なんとかならないすかって言ったら、なんともならへんな。 金を貸して返してもらわん方がよっぽどかわいそうや。<laughs> 当たり前のこと言うんですよね。<laughs> まるで万田金次郎が悪人かのように演出されてますけども、まともなことを言ってるだけというね。で、お金を借りといて返せない、その、債務者の方がなんかかわいそうな人みたいになってますよね。で、これと似たような現象で、その、まあ、ネットビジネスの塾をやっててね、自分の生徒さんがどっか行っちゃいましたと。で、久しぶりに帰ってきたと思ったら、詐欺られました。<laughs> で、で費用は分割で払ってるみたいなだったらそれ分割じゃなくて全部こっち払えよみたいな何やってんだよみたいなそんなねかわいそうな事件が後を絶たないということでございます。いっってらっしゃい